いどうもあてかさ、レッドが生配信で見せたものと作った料理に速攻で味を足されてドン引きするときって一緒だよな。どういうこと？どちらも紙引きお後がヒュビゴーポンポンポーン。というわけで皆さんこんにちはこんばんは、レッドだよん。ということでね、はい、見せました。先ほど生配信ガシャで見せましたよね、紙引きを。もうあれを紙引きと言わず何というというぐらいの紙引きを見せたんじゃないかと、思いますと。そして、作った料理にね、自分が作った料理になんか速攻で醤油やら何やら味足されたらね、紙されたらね、味足されたらね、引いちゃいますよねと。それを紙引きと言うんでね、覚えておいてください。僕が作りました、はい。ということで、もうそんなのでもいい、もう見てください。海賊王夢見る男モンキーリールフィーかきもうかっこいい、テンションぶち上がりですよねと。夢ルフィですかね、略すならね。はい、ということで今からそれを使ってね、リーグに行きたいなと思います。はい、でもスキルやら特性やらもうスネークマンバウンドマンともう多いんですよ。とにかく覚えることが多いということで、分かりやすく言うとスネークマンのスキルは基本吹っ飛ばしと、でバウンドマンのあ、ね、こっちスキルね、はい、スネークマンのやつね、キングコブラのやつは、吹っ飛ばしかな。そうやね。で、無敵状態ですよね。通常状態から繰り出されるスキルは両方無敵状態になるということなんで、無敵を2つ持ってるってことですよね、ルフィはね、これ。はい。で、バウンドマンの方は吹っ飛ばしはないですよね、と。その代わり振動状態を与えますよね、っていうことですね。はい。で、使ったスキルの方ですね、に対応した形になりますよ、ということですね。はい。だから、スネークマン、吹っ飛ばしのスキルを使えばスネークマンになるし、振動状態の方のスキルを使えば、バウンドマンになりますよ、ということですね。はい。で、スネークマンになった時に、はい、スキルがこっち、今度、こっちですね。でこっちも吹っ飛ばしがありますよということですね。はい。でこれは、チャージスキル、チャージっていうか、まあ、なんていうんやろ、チャージじゃないんかな、とりあえず押してる間ずっとスキルを打っといてくれますよみたいなね、ことですね。ほんでその、話した時に最後の一撃で吹っ飛ばしがありますよみたいなことですよね。はい。そこからのこっちね、スネークマン解除っていうやつをすれば、このも一旦元の姿に戻りますと。でもう一回次、バウンドマンのスキルを、使ったら次バウンドマンになりますよということですよね。はい。でこれも、あれですね、その長いやつですね、スキルを、ボタンをずっと押しとけばその間攻撃してくれると。だから多段攻撃ですね、基本的に変身した後はね。はい。でその最後の13段目まで打つか、まあ、ボタンを離すかしたら、その最後の一撃でなんかあれかな、気絶なんかな、多分ね。だから最後のやつは絶対に気絶が入って、途中のそのなんかドゥルルルって打ってる間は 50% で気絶が入れますよと。で、両方それが、防御力無視ということですよね。だからどんなにカチカチを仕上げたカイドウさんとかでもダメージは入りますよということですね。はい、なるほどね。えぐいな。で、特性ですね。特性が、まあ、通常の時は普通に、ルフィの感じと。で、攻撃していけばどんどんバフが上がっていって、火力がどんどん高くなっていきますよ、みたいなね、感じかな。まあ、そこら辺だけかな。で、アタッカーから受けるダメージが結構、だからカットされると。で、割合ダメージも、回復できますよ、ということですね。はいはいはい。まあ。で、ブーストね、これそう。今、フルブにしたんですけど、97% 以上の時に、要は状態以上無効なんですね。それもなかなかかなと思いますね。で、特性スネークマンの時は、ゲッターなんで体力が 70% 以上あったらね、70% 以上あったら 50% 抜くスピードが速くなりますよと。で、自分がお宝ダッシュしたら回復、体力回復してスキル2の、クールタイムを 20% 短縮しますよと。で、バウンドマンは逆に 70% 以上の時よろけませんよということですね。で、与えるダメージが増えますよということですね。はい。で、敵を KO したら、スキル2が、クールタイムが短縮されて、体力が 15% 回復しますよということですね。なるほど。はい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 。いや、もう覚えんの多すぎ。ほんまに。まあ、わからへんが、とりあえず、まあ、ガンガン使っていきますか。まあ、レベル80のフルブーストですね。とりあえずこれで1回リーグに行ってみましょうか。はい。で、メダルは、ハンコを2枚つけてます。攻撃防御に振ってますと。で、相方はまあ一応、まあ、マムをね、ビッグマムを連れていきましょう。はい。今日ちょっとバウンティー多めでごめんなさいね、皆さん。はい。まあ、マムを連れていきますと。はい。で、162.7% ですね。はい。で、タグはこんな感じで、アタッカー、麦わら、パラミシア、船長、新世界、最悪の世代と、なっておりますと。はい。まあ、これでね、まあ、レベル80でどこまでこう戦えるかっていう。まあ、ロジャーやら、おでんやらね。まあ、赤犬やら、なんかいろんなね、いかつい、超フェス、ヤマトとかもいますけど、カイドもいますけど、だからそこら辺と対峙した時には、どういう風に、倒せるのかとか、どういう風にこうかわして旗を取りに行くのかとか、まあ、なんか結構臨機応変に動かないといけないのかなと思うんですけど、そこら辺が使いこなすのに時間かかりそうですね。まあ行きましょう。じゃあリーグに行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご視聴ください。レッツバウンティー。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。海賊王になる男だ。くーかっきー。
あ、向こうにもいますね。あ、向こうはもうレベル100ですね。怖いですね。よろしくお願いしますと。行くぞー。あ、行ってきていいかな、一回。これ通常で住むよりさすがに歩いていった方がいいよね。さすがにね。カイドウさんですね。どんな感じかやってみましょうと。とりあえず、ここですね。ワン、あ、ちょっとここ。はいはいはい。あはおーおーよーどうあ、ミスった、なんか何これ、あ、逃がさんぞか、ワン、ツー、スリー、バカ効くやんこれで、これ70%以上やったらよろけもこうやもんな。うん、ワン、ツー、あ、一回落ちましたよね、これでね。はいはいはい、ワン、ツー、とりあえず解除して、さあ次ドゾロですね。で、もうスキル両方使えるからこれやばくない、マジでやばいって。どうワンやば、80やで、これやばない、ヤマト来ましたね。うん、どんな感じ、これは一回食らう、あ、まあ、これは普通に食らったな、さすがに食らいましたねと。うんうん、これ何、あ、やばい、死ぬ、あ、死ぬ、死ぬ、あ、死んだあ、さすがにちょっと1ミリ過ぎたね、ちょっと調子に乗りました、ごめんなさいいや、でも待って、80の火力じゃないやろ今のもう、あ、ていうか今のスキルをバンバン当ててたから火力が一気に上がったってことか。あ、なるほどね、はいはい、わかりましたわかりました。あ、だからこれあれだよね、使いこなすのほんまにマジで特性とか全部理解してないやばいな。オッケーオッケーオッケー。で、誰かな、誰かな、ここやりたいね、ここやりたいね、誰、うん、ちょっと待って、敵さん出てくるもんなこれな。誰がおでんが来んのかな、レイリーが来たな。ちょっと待って、ここら辺でちょおでんともやってみたいね、あらゆる超フェスとちょっとやってみたい気持ちはある。これ抜きたいな、抜きたいな、さすがにやばいかな。でもこれ無敵やから、無敵やから、無敵やから、でからの、うん、よし来た、はい、でこれでここでどん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 おおえぐない、えぐない、これ、怖い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 けど、怖いけど、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、忙しい忙しい、ちょやばい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 やば、死んだ死んだ、普通に死んだ、ごめん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 、マジごめん、なんかそうかそうかそうか、ちょっと、あ、最後まで行く、ちょっと待って、まだ全然使いこなせんね、これむずないか、ガチでむずいぞこれ、理解しまくらな、ほんまにむずいな。うん、とりあえず吹っ飛ばし合って任せようか、任せるふりしてここ行っとこか、C 型は多分大丈夫かな、 OK、 中入っとこうか。うん、でここでレイリーさんに任せて、C 型かな、あ、ちょ待って、やばい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 、負ける、やばい、いやかー、負けたー、ありがとうございました。これちょ待って、ルフィ使いこなすのマジでむずいかもしれん、もっと理解してない、やばいな、ちょっと待って、いや強いけど理解すんのやばいな、これ、はい、ありがとうございました。よし行きましょう、よろしくお願いします。あ、もうほんまに使いこなすのマジでむずいなって思います、これ、このキャラ、あ、初心者にはほんまに難しいかなと思いますね。うん、じゃあ時間かかりそう、使いこなすまでよろしくお願いします。頑張っていこう、とりあえずタイマーまでもマジで強いかなって思うけどな、タイマーに関してはな。まずはこの状態でどこ行く、レイリーがこっち取りに行きますか、とりあえずじゃあ一回、いや、なんかミスってる、大丈夫かな、あ、これなんかスキル食らわん、俺大丈夫か、ん、大丈夫か、オッケー、ルフィ対決やね、通常でこれで、後出しでね、後出しで OK と、ワン、ツーでこれでスキル、いやもうそれは欲しいて、それは欲しいて普通にいやもう、うん、まあええか、今普通に倒してあのスキル短縮とかあるから欲しかったけどね、もうええか、まあとりあえず、まあ、待ってようか。でこれ用済みなんで一回これでキャラチェンジしといて無敵をつけるようにしておきましょうと。レイリー行きましたね、まあ、今の普通に ルフィ対決やったら、あ、どうした、大丈夫大丈夫か、オッケー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 、まあ先ブーストで来るね、とりあえずね、ドフィーの方行く、どうしよう、うん、ワン、オッケー、ジャストで入ろうか、とりあえずね、うん、でここで、あ、ここで使いたかった、ここで使いたかったね、ここで使いたかった、とりあえずね、うん、でこれは一発ショって打っときましょうか、ワン、ツーと、はい、オッケー、でこれでとりあえず取れるかな、よしよしよし、4つやね、ナイス4つ、ナイス4つ、ナイス4つよ。でどこをどうするかやね、これどうするかやね、あっち行った、あっち行った、定食食いたいな、これは定食食いたいな、あ、食ってくれる、オッケー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 、
んー、じゃあここから行こうか。ドーン、オッケー。でこれでチェンジして、もう一回戻って、もう一回戻って足取りに行きますか。じゃあ、いや、スネークマンにチェンジしてゲットアウトして一回やってみる。じゃあどうなんやろうか。これ初手でいいんじゃん。一回当たった。え、大丈夫。一回逃げるか。まあ食らうな、これは。とりあえず食らうね。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。一回握っちゃう、取れるんじゃん。あ、いや、耐久がペラペラや。さすがやな、これ。持っとけ、もう死ぬな、これは。しゃあないしゃあないしゃあない。いや、いい、今のはいい。だ、対複数はね、このキャラマジでそんな強くないと思いますね。ただもう一回多分ブースト呼び込めるんじゃないかなね。3つ来るね来るね。オッケー、そのブーストに合わせてもう一回いきますか。よし、じゃあ最後ブーストで多分取られても OKOK、 取り返して勝ちましょう、頑張って。二陣はちょっとやろ。あ、引かれてくれてるね、ラッキーやね。 OK、 行こっか。じゃあこれは普通にちょっと打とか。ジャストされても OK やからね。ワン、はい、ワン、ツー、 OK で、これで OK やから。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。ここ取り返そう、ここ取り返そうか。うん、山父さんから頑張って取り返そう。とりあえず握って、魚が来たところをこう避けるのの、耐えてくれ耐えてくれ、 OK、 ちょっと耐えてくれ耐えてくれ、 OK、 真ん中取れたやろ。でこれで変身シーノの、これで吹っ飛ばシーノので、最後これスネークマンで抜いて終わりじゃない。これどう、これ抜けんじゃない、抜けんじゃない、抜いた、 OK。 で秒数的に多分ヤマトさん間に合うかな、これどうやろ。あ、抜かれるかな。オッケー、ナイス、おー、ありがとう。オッケー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 。だからああいうのも最後あれやね、無敵スキル1個あったらいきなり変身したら対応どっち来るか分からへんみたいなのもあるかもね。なるほどですね、と。はい、ありがとうございます。いや、マジむずい。さて行きましょう、よろしくお願いしますと。とりあえずちょっとなんか対マン向きのキャラなんで対マンしたいですね、普通にね。ロジャー、まあ、どれでもいいね、あえて全長フェスなんでね、どこでもいいけど、よろしくお願いしますと。とりあえず行こう。誰やったらどう倒したらいいとかいうのも多分もうそれぞれ全然違うんやろなと思いますね。なんかフォルムっていうかスタイルをチェンジすることによってね。とりあえずじゃあ二陣行き行って対マンしたいな。うん、はいはいはい。じゃあ赤いの手やりますか、一回赤いの手やろうか。流星火山使ったジャストで入ってワンツーやろ。もうこれで一瞬で剥がれたんで吹っ飛ばして、はい、でこれで一回取りますと、お魚が来ると。うん、はい、オッケー。え、引かれる、ごめん。いやー、今の引かれへんタイミングやと思ったね、完全にね。いやー、これきつい。じゃあこっち行こっか。うん、ロジャーさんとやり、やば、え、今のなんかタイミングエフェクトずれてなかった？なんやろ今の。ちょ、ごめん、ジャスト回避のタイミングやと思いましたね。まあいっか。とりあえず赤犬に関してはジャストで入って通常2発打ったら、通常モードやったら一瞬で剥がれましたね、と。はい、じゃそれがめちゃめちゃ強いところと。オッケー、次ヤマトね。オッケー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 。じゃあ行こうか。じゃあこっからまずは、ありがとうありがとうありがとう。でこれこっちに打っとくか。あ、届かへんねこれは。ワン、ワン、よろけへんから僕はおでんやろ。しっかりジャストで入ってワン、ツー、スリーと。はい、オッケー。普通に強いよね。KO して回復ね。普通に強いね。オッケー。これレベル80やろこれね。オッケー、オッケー、オッケー。で、これ、徐々に回復ちゃえば、火力上げるバフがあるから、あ、これ一回変わろっか。で、無敵付けるようにしとこう、ロジャーやったらね。カムズダリさっきなんかこの人タイミング変やったなと。うわ、ナイス。うん、これ後出しのこれね。うん。オッケー。で、これ、ここでのこれね。はい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 。で、これでも火力マックスで KO と。完璧やん。で、これ取りたいけど、つか来るやろなと。はい。横、なんで一緒に当たってんの今の。横嘘やん。ごめん。マジでごめん。とりあえず一回取ろう。一回取ってまおう。うん。で、これはちょっと待って。いや、死んでもた。いや、すみません。もうマムで一回行くか。これブースト中止一回。なんで今の横からどっちか当たってたんやろ。ちょっと近かったんかな俺タイミングが。ちょ、見えへんぞこれ。見え、ちょ、待って。それはやばい。なんで。ドビーで止めれるかな。とりあえず一瞬取ろうか。はい。感電してくれ。いや、やばいな。これは非常にまずい。ちょ、カイドウさん一回自陣に行ってほしいけど。とりあえず異国で一回 KO しようか、ヤマトをね。一回死ぬのもありやな。死ぬのも一つやね、これはね。いやー、ちょっと待って、行くならこっち行っとこうか。で、一回握るだけ握ろう。じゃあ、一回握るだけ握ろう。一回握るだけ握るだけ握るだけ。握るだけ握って。これ、魚を無敵で一回耐えて、で、ここ握って取ろうか。取れるかな。一回取る、一回取ろう。オッケーオッケーオッケー。もうこれでも死んでもルフィ結局っていう感じやねんけどね。ワン、ツー。怖いな。これ、とつか狙っとんちゃうかなっていう。ワン、ツー、スリーと。で、これ、ジャストで入ろうか。で、一刻構えて吹っ飛ばせ。
いやーこれは無理、もう無理よ。シアタでも取れるやろ、さすがに。オッケーオッケーオッケー。最後マムナイスやったな。ルイムズマジでムズい、マジでムズいわ。はい、ありがとうございます。いやもうマジで使いこなせへんねんけど、これ結構収容必要 MVP やけど、まあいいか。オッケー、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう、よろしくお願いします。まあこれラストね、ラスト行きましょうか。頑張っていこう。いやーちょっとルフィさんで、まあ、3分耐久はきついのかな、80やとねって思うんやけど、まあさすがに耐久面で言うと今までのルフィたちとね、そこまでなんかうーんっていう、まあ、100にしたらもうちょっとやっぱ違うんかなって思うんですけどね。なんかあれですね、何秒間やったっけ、何秒間の間に6回以上なんか当てたらみたいな、10秒間かの間に当てたらなんか防御力が 30% かなんか上がるって書いてあったよね、確かどっかね。だからそれもあるから、まあ耐久面そこら辺でカバーしてんのかなっていうイメージなんですけど、さてやりましょうか。多分100なんかな、この人は。ワン、ワン、ツーでからの、オッケー、いや、これ食らおう。スキルを多分先に出した方の負けな気がしますね。ワン、ツー、ジャストで。よっしゃ、え、あ、ラッキー。オッケーオッケーオッケー。だからこれロジャーさんが見てるから、当たれ。やばい。いや、もうこれ無理。だから対複数にしたらもう無理よね。これは多分死にますね。いやー無理やな、くぞー。今でも勝ちましたね、なんとか勝ちましたね今の。はいはいはい、だから対複数に関してはほんまに全然うん、きついと思いますね、普通にね。はい、で特に青なんで、やっぱロジャーさんとかがインキャカムザイルとかね、今みたいな感じでこう後ろからピャーンみたいな感じでやっといたら全然ダメージ通るし、どんどんきついかなって思いますね。難しいね。もう一回行こうか、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。だタイマンに関しては多分マジで強い、ほんまに強いと思う。マジで今までのキャラの中で、一番強いんじゃないかな、タイマンやったらって思うんですけど、同じ100フルブーとか、おほほほほ、えぐいことなってますやん。ほんなんこれ一発とりあえずここ打っとこか。で、スキル使わせて、上追いかけて、はいはいはいと。ナイス。これは、ジャストで入って、ワン、ツー、スリーと、オッケー。なあ、ガンモで突っ込んできたね。で、ブーストくる、ブーストくる。ジャストで、ちょっと待って、あかん、これがあかんとこ、これがあかんとこ。一回これ、やって、やって、やって。ちょっと待って、見えへん、見えへん。ワン、ツー、オッケー。ワン、ワン、ツー、オッケー。はい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 と。で、今回避使ってたから、多分こっからね、打ち抜けるね、これ。うわ、気持ちいい、やばない。はい、どん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 、ドーン。えぐー、えぐ、あ、これは危険やな、これは危険、これは危険。だからスキルないときは一回ちょっと引いた方がいいな、これ。えぐくない今の、見た、一番めちゃめちゃいいの取れたね。で、これは用済みなんで一回ここで着替えましょうと。はい、で、ここを一回見てあげたいね。オッケーオッケーオッケー。あー、大丈夫かな、大丈夫かな。いや、裏行ってるね、裏2人行ってるね。あ、まあ、任すか、任せましょう。これ上守ってようか、先に上守ろう、上守ろう、上守ろう。上3つとりあえずあれば大丈夫かなっていう感じよね。とりあえずこれは、初手これ無敵使っときの、ジーリリリリリリリ、ドッ、やってもうた、ほんまごめん。あかんな、やっぱ耐久がな、さ、一回体力減ったらちょっとしんどいよな、と。最後、まあでも、C 型剥がせたら大丈夫やけど、とりあえず。え、やばくないか、え、やばくないか、え、やばないか、それ。いけ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 、中入れ中入れ中入れ、危な危な危な。いやいやいや、ちょっとルフィ君でめちゃめちゃ調子良くなって、気持ち良くなってしまいましたね。でもあれがやっぱちょっときつかったかな。初手打ち目とかいいんかな。まあまあいいか、いいか、いいの見せれたね。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、ルフィですね、4戦か、お見せしたんですけれども、まあほんまに、使いこなすが、感じだったね。使いこなすのがほんまにむずい、ほんまにむずいと思いますね。はい、で、スキルの回転がめっちゃ速いのはね、すごい、まあいいかなと思うんですけど、だからそれをどのスキルをどのタイミングで使うのか、で、どのタイミングでその解除をしていくのかみたいなね。だからそれが非常にむずい気がしますね。だからそれを使いこなすまでにめっちゃ時間がかかりそう。だから今は通常で行った方がいいのかみたいな。だから通常の、変身戻った時に無敵スキルはどっちが、残ってるのかなみたいな。クールタイムも戻ってるかなとか、なんとなくそれも覚えとかないとっていうところですよね。いや、ほんまに難しいですね。だから終盤なんかは、
ラスト例えば20秒とかで、やったらスネークマンにバーンって変身して吹っ飛ばしてワンチャン抜くみたいなやつの方がいいんかなっていう気もするんですけどね。だからその辺もどん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 何回もこう使いこなさないと、なかなかねっていうとこかな。めっちゃ難しいな、このキャラ。久々にほんまに難しいなって思いましたね。いやーでも楽しいなー。でも100に、レベル100に多分かけら使って、するかなとは思うんで、まあよかったらそのね、動画出したらそれはそれでまた楽しみにしといてください。はい、じゃあ本日はね、これくらいで終わりたいなと思います。皆さんここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!